はい、浅田です。よろしくお願いします。今日紹介するのは、ここです。トランスフォーメーションブックワークブック20日間で自分を変える自己改造メソッド。あと結構思い出のある本というか。あ、そうなんですか。これに出会ったのが多分5年ぐらい前ですね。僕が大学の3回生の冬かなんかだったと思うんですけど、ちょうどなんか、就職活動とかいろいろ頭によぎってた頃で、まあ、結局辞めたんですけど、なんか7年ぐらい前ですよ。あ、じゃあ、それぐらいですね。で、それでまあ、なんかやんなきゃなと思いつつ、なんかあんまりテンションも上がらず、とりあえずちょっとじゃあなんていうか、まあ自己分析とかやろうかなみたいな、そういう時に、まあ、これに出会ったんですけど、ちょっとこれに出会う前に違うまあものがあって、スリランカの悪魔払いっていう本があって、でその本にすごく影響を受けて、でどういう本かというと、そのある文化人類学者の人がスリランカに行ったと。であるすごい未開の村に行った時に、そのなぜかその悪魔払い師という人がその、病気になったその村人にその悪魔払いの儀式をすると、なぜかその、患者がすごい元気になる。でなんか理由はよくわからないけれど、その未開のなんかこう文化なのに、なぜかその効果だけははっきり何回も出てるっていうのがすごく、なぜなんて話ですごく突き詰めていくと、あの結局地域の中のコミュニティにその病気の人が外れてしまっていると。でその人がちゃんと輪の中に入れてあげることが、その病気を治す結局なんか方法なんだっていうのを、まあ、そういうのに気づいて、で、まあ、そういうなんか人のつながりってすごく大事なんだなっていうのにすごくその時に影響を受けた人で、で、まあ、そういう本があって、あ、ちょっと面白い人なんだなっていうのがあって、でたまたまその僕の友人の賢秀君っていう人がブックオフでこれを見つけてでこれはその作者は書いてなかったんですよ。でなんかよくよく見るとその同じ人だっていうのに気づいて、でそれはじゃあちょっと面白いに違いないっていう話で、これだけ見るとすごいなんかこう怪しくて、なんか絶対なんか普通だと買わない買わないというかやらないだろうけどっていうのだったんですけど、まあ、そういう背景があってちょっとこれに興味を持った。でその裏にそのまたこれも怪しいんですけど、飛ばし読み厳禁っていうのが書いてあって、要するにページをそのワークブックなんで、その20日間 1日1つの章をそのワークブックにその指令が与えられて、その例えばこれをしてくださいとかこれを考えてくださいっていうのが あって、大きくなんですよ、4つの手、4つかな、なんていうか、1日1個指令があって、それをまあ4日間やって1つの章が終わって、それがなんかまたちょっと変わって、それがなんていうんですかね、5章みたいなのがあるんですけど、でも最初の方は、まあ、結構自己分析的ななんか、ところから入るんですけど、なんかその自分の中、例えば、自分の好きなこととか、多分そういうなんか私は、何々であるとか、なんかそういうのをどんどん書き出していってっていうのを、例えば1日1個、2人でそのなんかやり合うというか、パートナーになってやり合うみたいなこうやってたんですね。で20日間やらなきゃいけないところで、ちょっと2人とも飽き性で1日1個っていうのが結構耐えられなかったんですね。で、あの10日間ぐらいになってくると、あのちょっとなんか面倒くさいなって話になってきて、でその1日3つぐらいやろうかみたいな、で、あ、2、3個かな、1日でやるようになって、でそういうのをやっていって、16日目か7日目ぐらいで、なんかなんだか最後の方が見えてきたんですけど、最後の方が例えばまあ面白かったのが、御所の中とかそういう自然の多いところに行って、その木に抱きつくワークみたいなのが、まあ、指令であって、でなんかまあ抱きついてくださいと、でそれを感じたことをなんかこう例えばなんか書いていくとか、まあ、そういういろんなワークがあるんですけど、で17、18年道目ぐらいで、なんだかな、なんかまあ、それも御所とかに行って、なんか好きな、なんか自分がそのフィーリングを感じたそのものを取ってきて来いみたいなのがあって、で僕らはとりあえず結構もう焦ってたというか、なんか飽き気味だったし、なんかこうちょっと結果を急いでたとか、とりあえず取ってこいかなみたいな感じで、とりあえず2人でなんか取ってきて、はいみたいな感じを見せたんですよね。でそれは多分この本的にはその
その世の中の価値観でいうとすごいお金だったりなんかいろんなその価値がついているものじゃなくて本来自分がいいと思ったものをその子供とかするじゃないですか、ビー玉とかをすごい宝物みたいになるからでそういうのをなんかこう見つけ直すみたいなのが多分目的のマークなんですけど、なんか結構適当になんか拾ってきてもこれでいいかなみたいな感じで見せ合ったりしててでそういうのがなんかなんていうんですかね、まあ、お互いがなんか分かってこれやる気ないよになったような、まあ、そういうなんなんていうのはい、アップアップドアップドアップドアップなんかいいなんですか結果が出たはずなんですけど重心8日目ぐらいでこう飽きてやめて